お世話になります、一人でございます。8月14日土曜日と15日日曜日、今回2日間ですね、なんとコミュニティデイがあるということで、今回ねそれを元にね企画やっていきたいなと思います。以前はね東京の方に行って、そこでホテルで一歩も歩かずちゃんと手で捕まえてやっていくっていうのをやったんですが、今回はですねちょっと自宅でやっていきたいなと思います。なぜならばボロナウイルスの感染者数がですねかなり最近増えておりまして、本当はねカラオケ店とかでずっと滞在してやろうかなと思ったんですけど、今回は自宅での企画やりたいと思います。で、具体的にどういう風にやっていくかっていうと、まあね自宅なので外を歩き回れない、ということはつまり自動捕獲ということです。ポケモン GO ではですねこのモンスターボールプラスというやつをね使えばですね、ポケモンを自動で捕獲できますので、これを使ってね今回ね家の中で一歩も歩かず自動捕獲だけで、どんだけね色違い捕まえられるのかっていうのを検証していきたいなと思います。でですね今このように画面になっておりまして、ポケストップ2個ございまして、1個がねほぼ確実に入るところで、もう1個がまあ、時々 GPS のブレとかで入る時があるみたいな感じなんで、家の中でねちょっと場所変えたりしてやるってこともあるかもわかんないです。まあそしたらまあ一歩も歩かないっていうのなくなっちゃうんですけど、まあまあいいです。でやり方はこのポケストップっていうまあ2個あるこの青い地点、そこにルアーモジュールというポケモンが出てくるやつをやって、さらにお香というポケモンが出てきやすくなる道具を併用してですね、それで今回やっていきたいなと思います。まあ時間としては11時から17時ということで6時間ですね、6時間の間に捕まえなきゃいけないということですね。今回自動捕獲でやるって言ったんですけど、いくつかですね、ポケモン GO ではこんな感じでタスクみたいな感じでイーブイ5匹捕まえるだったとか、やらなきゃいけない課題みたいなのがあるんですけど、それ手動じゃないとちょっとめんどくさいところもあったりするかもわかんないんで、そのあたりはねちょっと手動でやりつつねやっていきたいなと思います。まあ、とりあえず11時から始まるんで、始まったら入れていきましょう。今回ほんと2日あるってすごいよな、コミュニティで。なんでやねんって、イーブ一体だけなのに。はい、来ました来ました。ここでまずはルアーモジュール入れていきましょう。ルアーモジュール、あー入れらんない、ちょっと遠くなっちゃった。まあ、とりあえずあれか、あーイーブいっぱいいる、イーブいっぱいいるぞ。まあ、とりあえずお香をやっていこう。お香が、え、なって待って待って、持ってない、お香持ってない、え、お香持ってないの、待っていきなりミスってるよ、いきなり大ミスしてるよ。ちょっと待った、え、持ってなかったっけ、買ってなかった、え、待って、急遽買います。いや、ああ、ちょっと待って待って、道具がいっぱいですとかやめろよお前、もうトラブルすぎだよ。うわやば、最近トラブルなんか読んでないから多分トラブル起こっちゃったんだろうな、ひどいぞ。え、ちょっと待った、道具まだいっぱい、ほんとひどいな、やばいぞ、めっちゃ出てきてんのに。はい、お香を使って、ルアーモジュールセットできましたね。一個はとりあえず上の方はちょっと後々だな。でここで、はいはい、こいつのウィロー博士の話を聞いていきましょう。やっぱポケモン10回強化するとかありますね。ナイススローを7回投げる、これ手動とかじゃないとできないんで、ここはね最初のあたりは、手動で、やっていきたいなと思います。いきますよ、そこはご了承ください。だからその後この課題が終わったら全部自動でやっていきますので、そここから自動捕獲だけで、何匹捕まえられるかっていう感じですね。まあ課題30分ぐらいで終わりかな、でもなんで多分問題はないかと。いやーひどいな、ミスばっかだな。 OK、 まあもうほとんどね今回はね見せ場的なものはゴーフェスの時よりはないかもわかんないですね。かなり、しかもほとんどイブしか出ないと思うんで全く映えがないですね。でもせめて色違い出てくるところ1回だけは見せたいですね、皆さんに。この課題中にもう見つけたいわけなんですが、いやーちょっと奥んとこ入んないね、ブレてもいかないっすね、ひどいぞ。よしよし、はいはい、これで一つ完了ですね。とりあえずここで手動で捕まえる必要一旦なくなったんで、まあモンスターボールプラスね、ちょっと使って、またねどうせ使うことになると思うんですけど、使い方は、ここで押して、それで、右上のねモンスターボールマークを押せばね、簡単にできるんで、それでやっていくぞ。あとはちょっとバイブ音がねちょくちょく鳴ってると思いますけど、気持ちよくなるためのバイブ使ってるわけじゃないですので、そこはちょっとご理解お願いいたします。いいぞ、 OK、 進化ポケモンを加盟せよ。あと EV15匹、一回必要ないかな、もう捕獲スキップ上手くなったな、前のゴーフェスでマジで上手くなったぞ。 OK、 次のところ来ましたね。イーブイの進化とイーブイを捕まえる感じか。この辺りもサクサク終わらせていきましょう。なんだよこのシュッシュプ、どうしな。はい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 、ゲイ、イーブイ進化させて、色違い出てこないね。捕獲スキップマスターしていく。捕獲スキップやべえな、
ほぼ確実にマスターしたね。色地出てこねえな。え、今回のコミュニティで結構色地確率低くねえか。だってコミュニティでマジで色地が出やすいですからね。だって1回のコミュニティデイでだいたい10体ぐらいかな、そんぐらいは捕まえられるんで、全然ゴーフェスとかはね1日で10時から18時だっけ、それで10体とかでしたから、普通に手動でやったらもっとねコミュニティデイ捕まえられるはずなんですけど、全然出てこないですね。クリアしていく、シャワーズ、この課題がね地味にだるいやつばっかだね。きついね。これ全然自動捕獲でやってねえじゃんっつう話なんですけど、そこはちょっとごめんなさい。もう17分経ってんのに全部手動捕獲しかしてないです。まあ、こっからすぐもうね自動捕獲のとこ行くんで、チート待ってくださいよ。イーブを3機進化させる、リワードを受け取れ、またクリアしましたね1個ゲットだぜ。またね新しいやつですね課題。あともうちょっとかな。はい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 、分かったよ。グレートスローか。オッケー、グレートスローは簡単だね。やべもう11時半になっちゃうよ。つうかまだ1匹も出てこねえのかよ。やべえよ、この少なさ。やばいよ、取れ高なさすぎだよ、それ。さすがにひどいよ。オッケー。異様に連続。コミュニティで2日間だから多分、確率低く設定されてたりするのかな。そんぐらい出てこないですね。結構コミュニティデイって、その課題だけはちょっと手動でやんないと多分できないと思うんで、手動でやってるんですけど、大体その時に1匹ぐらい出るんだけどな。こういう撮ってる時に限って出ないってのは、まあ YouTuber あるあるなのかもわかんないですね。ポケモン GO の、コミュニティデイは動画で撮るの多分初めてかもしんないけどね。オッケー、また EV を1匹進化させると。いやーちょっとな、厳しいね。エクセレント、ナイス。いやこんな体勢でポケモン GO やって YouTube 撮ってるやついんのかな。ちゃんと真面目に姿勢正しくして撮るのがちゃんと YouTuber としてやるべきことなのかもしれないけど、それを破っていくのもまたね一つね YouTuber の楽しみもありますよ。まあ私はねそういうポケモン GO をやってる人たちのリアルなやり方をねお伝えしたいので、まあこういうリアルに私はいつもこういう風に足組んだりして、まあ中にはいるんだろうけど、こう姿勢正しくしてこうにやってる人もいるんだろうけど、私はそんな風にはやりません。あーもう行くぞ。もう30分経っとるやないけ。なんでやねん、なんで来ないねん。あーまた EV15匹、そらしんどいね。いやーしかも出てこないし、色違い、あまりにも取れ高がなさすぎてちょっとひどいよこれ。ドイヒーゲーだよ。そうだ、メガ進化やっとかないともったいないんだよね。ピジョっていける、メガ進化させておきましょう。最初からやっとくべきだったね。まあまあそこはご愛嬌ですよ。私のポケモン GO のそのちょっとスキルが足らなくてすいません。全然知識もない。まだ始めて1年も経ってないですからね。まあそれは理由になんないんですが、そういう風に実況とかやるんだったら、ちゃんと勉強しとけよこのクソっていう人も多分いると思いますけど、本当にその通りだと思います。どうか勘弁してください。大体怒られるんで、ポケモン GO 好きな人にそれでどうか勘弁してください。あー辛い。あーポケモン GO って地味にね、しんどいんだよな。つうか、このマスクつけてることがもうしんどいんだよね、本当に。すげーこれ体力奪われるから。もう自分でこのつける設定にしたのを、なんでやねんっていう話ですよね、本当に。まあでも、モザイクかけたりするよりは、まあはるかに楽なんですけどね。だからいいんですけど。私は家の中で涼しい環境の中で足組みながらやったって疲れてんですから、みんなみんなですよ。色地でね出てこないね。いやーしんでー、めちゃめちゃしんどいねこれ。いや出てこねえな、マジひどいぞ。おいおい、なんで撮ってる時に限ってさ出てこないの。だってさコミュニティデーの時なんか私2匹連続でそれこそさ色違い出てきたことあったのにさ、しかもさ前のゴーフェスのやつやった時もさ2回あったんですよ。2回連続で色違い出たことあったんですよ。そんな奇跡が2回も起こったのにどっちも取れてないっていうね。どんだけだよ。絶対そういう嘘を言ってるだろうっていう風に思われるだけですよね、ほんとに。足がかゆい。足かきながらやろう。あー、めんどくさい。よしよし。終わったぜ、タスク。色違いが出ねえ。30分経ってんのに。やめてくれよ。フェアリータイプのインフェアについて調査で最初に発見されたのカロス仕様。分かった分かった。さらに元気にゴーだ。いけねえよ、色違い出ねえんだから。色違い出たらいいけどさ、色違い出ねえんだもん。おい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 、こういうのでも出ねえんかい。あ、そういえば、ただ、色違いですね。EV すでに1個持ってるんで、まあそれね、以前のなんかタスクみたいので、
確定ゲットみたいならしいですね。私それ色違い出てきてめちゃめちゃ一人で喜んでたんですけど、後から調べたら、ちゃんと確定ゲットだったっていうね、そういう運の悪さもね、常々ね、味わっているんですが、まあ、とりあえず一匹持ってるんで、一匹からね、何体点入るかってとこをね、見てほしいわけなんです。ただ、まだ一匹も出てこないというね、本当にひどい、低たらくですわ。こういうやつも、一体も出るよね。ニンフィアとか、他のやつらも多分色違い出る可能性はあると思うんですけど、報酬のやつでは一体も出ませんでしたね。いや、やっぱ今回2日間あるから、低く設定されてんのかね。そんな気がしますね、なんか。さすがに36分やって1匹も出ないっていうのはひどすぎますよ。ニフィア持ってなかったっけ？進化させてる気がしたんだけどね。課題みたいなの完璧にクリアしたんで、こっからちゃんと企画のやつね、やっていこうかなと思います。待って待って、色違いのやつ1匹も見せられなかったんだけど、手動37分もやったのに、ちょっとそれはドイヒー系 YouTuber だぞ、それ。マジでないわ。ということで、こっからは、自動、やっていきましょう。これね、モンスターボールプラスで、右上のモンスターボールマークを押して、それでやっていくって感じですかね。これ、手でこういう風に自動でもできますけど、まあ、これ100均で売ってるね、こういうやつに入れれば、もう完全に自動で押してくれるという、優れものでございます。ただこれも、なんか、だんだんね、壊れてきてっていうか、もう広がってきちゃってるんですよね。なので、ちょっと自動も効かなくなってるんで怖いんですが、まあ、これ手元に置いて、それでこのモンスターボールプラスってのは1時間ごとにね、切れちゃうんで自動で。ですから1時間ごとにちゃんと見直して、それでやるっていう感じでやっていきたいなと思います。あとね、ちょっとね、このポケストップの位置が先ほど言いましたけど、右上の方にもね、ちょっと行きたいんで、そこに入れるために、場所移動してやるってのもありかなと思いましたね。あのね、いろいろね、場所を探ったところ、なんか玄関がね、一番ね、良さそうな感じでした。ちょうどこの、今、もう一個のとこ届きましたね。こんな感じで時々届くんで、ここに、ルアーモジュールじゃなくて、違うやつ入れるか。ちょっと、入れられなくなった。まあ、時々、入るんですよね。ルアーモジュール。消えちゃった。ここね、ちょっとセンサーライトなんですぐ消えちゃったりするんですけど。で、ちょっと声とかもね、響きやすいんで、あんまり声出せないんですよね。他の人に迷惑になっちゃうから。まあ、とりあえず今ね、11時53分ということで、もう1時間くらい経ってるんですけど、それでどんだけ手に入った、手に入ってる、手に入ってる。イーブ1体手に入ってますね。よかったよかった。とりあえず1体、勝手に入手できてました。ちょうど切れた。なんで今ちょうど電気が切れんだよ。バカ。みたいな感じで、運悪いのは続いておりますよ。とりあえずこれで、まあ、いけんじゃないの。まあ、だからコミュニティでだからね、やっぱりね、結構手に入りやすいのは入りやすいですね。あ、起きてきた。ポケストップ入れとくぞ。一応これルアー文字を入れとこう。はいはいはい。ちょっと待って、なんで動かないんだよ。なんでや。オッケーオッケー。入った入った。とりあえずまあ、色違いは見せれたんで、まあこのまま行きましょうか。スマホはね、ここに置いときましょう。よいしょ。ちょっと玄関に置いてあるフレグランスっていうんですか、そこのね、隣に立てかけといて、ついでに匂いもつけておきましょう。ここだったらまあそこそこね、ルアーモジュール届いてくれることはあると思うんで、頑張っていきましょう。頑張る必要ないんだけどね。で、一応ですね、玄関にスマホを置いときましたけど、自動保護区のこのボールの方がね、リビングというか、まあ別の部屋に持ってきて手元に置いときます。なぜならば時々ね、1時間で大体これ切れるんですけど、勝手にその前に切れちゃったりするパターンよくあるんです。あれ、なんでいつの間にかこんなこと切れてんの、いや、ハリーかふざけんじゃねえよみたいな時結構あるんで、なので手元に置いといて、これでブーブーならなくなったら、まあ救出に行く、様子見に行くってことをやりたいと思います。まあ特にね、止まってたりしなかったら、まあ1時間ぐらいごとに、見に行くっていう感じですかね。それなんでこれを手元に置いて、あとはまあ自由時間なんで好きにね、バレーボールとかでもねしたいもんなんですけど、いかんせんね、外に出たって友達もいませんし、あの友達いたところでね、多分今の時期結構マジでやばい感染者数ですから、マジでガチでなるべく出ないようにした方が良さそうな感じなんで、家にいます。ていうか、まあ出る必要もないんだけど、家にいたいんだけど、まあそれでちょっと、まあパソコンでね、ちょっとここまでの内容とかも編集しちゃったいと思います。あと、まあいろいろあるんで、企画とかもね、考えとこうかなって考えてます。じゃあそれやっていこうかな。あとここでバイブブンブン鳴らしてね、いきますよ。はい、12時半ぐらいになったんで、昼ご飯ね、撮りたいと思います。今もそこでバイブブンブン鳴らして自動捕獲してます。聞こえますかね。こんな感じでね、やっとるわけですよ。もうこの間に私はね、毎日
作る昼食ご紹介しつつちょっと食べていきたいなと思います。でも作るっていうほどではございません。まあなんかここに傘とかあったりするけどもほっといて、まずはですねこれですね、コンプという、まあ、完全食ってやつですね。私はそれをね昼ご飯で食べております。なぜならば私は偏食で野菜嫌い魚嫌いとかでございますの、ホルモン嫌いとかございますので栄養を取らなきゃいけないということで、つまり栄養食品を食えばいいだろうということでここに行き着いたわけでございます。でこうやってすくってそれで入れてここ入れてまあ、こんぐらいかな入れて、でコンプのその1食分ってのは実はそこそこ値段するんでそんないっぱいは取れないと、ということで私が編み出したのがこちらです。あのバランサーっていうやつ、これ案件じゃないっすよ言っとくけど2個の栄養食品を混ぜてね摂取することで多分1日分の栄養素取れてんじゃねえかなっていう寸法でございます。これをねまあ2杯、これがね全部の傘だと思いますけども、その半分粉で埋め尽くされるというね。それで水を適当に入れます。私粉ねたっぷりでギトギトの状態で飲みたいんですよ。よく粉っぽいやつ嫌いっていう人いますけど、私粉っぽいやつ好きで、なぜならばこれ美味しいからですね。あんまね水入れないでそれでかき混ぜると、で、はい、それで完成。すっ、ギットギト、うん、最高の食事です。で洗い物はこれだけ、これでね昼ご飯は終わりです。健康的ですね。これまたポケモン頑張りましょう。はい、ということで11時に開始しましたんで今14時14分でございまして、これ3時間ぐらい経ってるってわけですね。あと残り3時間でございますが、ちょうど真ん中ですので、まあ中間報告的な感じでやらせていただきたいなと思います。と言ってもね、私何もしてないんですが、自動捕獲なんでね、まあ一応ねこれでどんだけね捕獲してるか見ちゃいたいと思います。いきますよ、来いよ、頼むよ。どうだろう今この777、運がいいっすね。なんかいいのか悪いのか分かんないけど、で151のやつも来てますね。12でこれ724のやつ3体目、それで全然来てないよ。全然来てないじゃん。おいちょっと待って待って待って、これはひどいぞひどいぞひどい、なんでこんな捕まえてんのに、おい入ってねえんだよ。で268でしょ。ちょっと待って、これ少なくねえか。で126、はい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 、で248、これさっき言ったやつかな。いやーちょっと待って、で174の723ということで、どうだろう、合計何匹だ、1、2、3、4、5、6、7、8、8体ですね。だから1時間で2体から3体ってことか。まあまあまあ悪くはないか。でもプラス明日もありますから、そしたらこれ結構な数いくんじゃないですか。いいんじゃないですか。ただこのあたりすごいね、ずっと連続でこんだけの数出てこないってすごいな逆に。なのにここでは連続で出てますからね、777と151、不思議だね。ちょっとよくわかんないけど、まあとりあえず残り3時間ですから、あとね10体ぐらい手に入れたいね。それ20体ぐらいいったらめちゃめちゃ多いか、めちゃめちゃ多いか。そしたらでですね、あの評価マックスについてなんですけど、今27体でこれ増えてないっす。だから EV の中で1体もね今まで評価マックスのやつ捕まえてないってことですね。なんでこの評価マックス27からどんだけ増えるかってところも注目してくださいね。じゃあ EV 捨てて頑張りますか。ということでこんな感じでね整理しまして、EV色違い EV 見やすくなりましたね。あれまた来た、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、9体ですね色違い。まあいいや、とりあえず残り頑張りましょう。何もやんないけど自動捕獲だけどね。またここに3時間ぐらい寝かしておきます。もちろんね、モンプラ1時間ごとに更新してますよ。はい、ということで今16時59分でございます。あともうちょっとで終わるかな、終わるかな。まあ今手動で捕まえてないですよ、これでずっと捕まえてますからね。ブーブーバイブー言わせて、はい、終わりました終わりました終わりましたよ。とまだ残って EV の残りカスがいるので、あと1体こいつ見てみようか。あー無理か、行っちゃった。はい、これで終わりましたと。中見ていきますよ、あと見るだけですから。ポケモン見ていくぞ。お、いいんじゃない、いきなりいるね。はい、色違いだけとりあえず見ていきましょう。まず、524ですね。で、それで、あと、結構いない。107。はいはい、287。お、ここ447来てますね。で、370。
と、なんでブイゼルとエナコがいんの？もう急にいるんだけど。で、628でしょ？で、それで457。結構いるんじゃない？これ。結構当たってんじゃない？で、42でしょ？いいね、いいね、いいね。調子いいんじゃん。で、849。来てるよ、来てるよ。来てます、来てます。あ、ここ、やばい、全然来てない。やばい、全然来てないぞ、この辺り。やべえ、ベアだわ。で、ここ、はい、685。やばいやばい、全然来てないゾーン、来てないゾーン、すごい来てないゾーンが、やば、全然ここ来てないじゃん。マジかよ。どうだろう、数的にはでも一緒かな。数えてみよっか。じゃあ1でしょ、210体ですね、多分10体だから、さっきより多いっすね、1匹で。評価マックスはどんだけかというと、あー増えてないっすね。評価マックス27なんで、なんで全く一緒。じゃあちょっと整理しましょうか、一回ね。いらない EV を除去していきましょう。はい、ということで整理しまして、もう一回見てみますと、こんな感じでね、色違いやっぱね結構いますね。すごい嬉しいですね。改めて数えてみると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 体ですね、合計1日で19体ってのは、ゴーフェスの時は確か17とか18とかそんぐらいだから、若干多いかな、こっちの方が。こっちのコミュニティデイの方がやってる時間短いですから、それも考慮すると絶対、コミュニティデイの方が色違いの確率高そうですね。6時間で19匹ってことは1時間あたり3匹ちょいぐらいですね。だからまあこれ全自動で捕まえられるの、マジでこれいいっすね、ほんと。1日で19体も色違い手に入るやつってマジガチやばいけどね。でまたね、明日もあるんですよね、これ全く同じやつが。多分色違いの確率変わるとかも特に書いてなかったと思うんで、だからちょっとどうなるかマジで楽しみっすね。もしそのまま、この今日の結果通り、もう一回全自動で捕まえられるとしたら、まあ大体ね合計で40匹ぐらいになるはずでしょうから、そしたら、マジで多すぎでしょっていう。こんなでもさ、EV1 体でさ、コミュニティデイ2日やる必要あんの？なんか、一応多分、なんか、その、ニンフィアとかそういう、ね、いろいろなポケモンに進化させるために2日あるんでしょうけど、まあ、色違い目的のね、私からしたら、まあ、1日でいいなっていう感じなんですけど、まあでも、2日って全然いいのでね、もっとさらに大量にゲットしたいと思います。と言っても、まあ、ただ、全自動でやるだけなんで、なんかやってみますっていう感じではないんですけど、まあ明日もね、EV 借りまくりたいと思います。